はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。連合東京、連合の東京支部ですね。これが蓮舫を支援しないとは発表してたんですけれども、小池百合子候補を支援すると発表になっておりまして、パヨが発表しておりました。ツイッターには小池候補と連合に対する罵詈雑言が見られる事態になっておりました。全部にハッシュタグつけて、小池百合子は統一教会、小池百合子は犯罪者、小池百合子は学歴詐称、あとなんだっけな、連投してるやつ、いたんですよ。いるんですよ。それも一人じゃない、一人や二人じゃない。世論です。パヨの断末魔が心地いい。はい、アルミホイル巻きましょうね。頭にアルミホイル巻くとその電波が入ってこないんだよね。自分の頭の中身盗み見られるんだよね、そうしないと。応援してんの共産だけじゃん。これじゃまるで共産党の候補じゃないですか。やだ。泉代表からもはぶられて自滅してんじゃん。これあれかね、立憲としては蓮舫を推薦しないこともあり得るって即答した件ですかね。泉は自主応援でって逃げていた。パヨの理屈だとですね、小池候補は自民にいたから統一教会で、連合吉野会長も統一教会なんだそうで、ツボがツボが、うつろなめしてお経のように一日中書き込んでるやつもおりました。羨ましいな。暇そうで。仕事何やってんだろうな。生活保護か、それともこの書き込むことが仕事なのかな。ということで、蓮舫ますますですね、ちょっと不利っていうか、立憲の泉からもなんか煙たらがれてますし、連合東京は応援しないっちゅうし、立憲の支持団体って連合しかないのにどうすんだろうね。まあ連合東京は支持しないって、応援しないって言ってるけど、中の自治労、日教組、通信労連、放送労連なんかの一部、連合の一部は一生懸命やるんだろうな。してみっとあれですね、共産党お抱えの音響会社、芝北隊の豚ゴリラってやつが、蓮舫の凱旋の音響のお世話する姿が見れるんだろうか。共産党の丸抱えとなった暁にはって感じですか。川口市議会議員に続き、村上美里、岩手県紫波町議会議員39歳が令和を離党。紫波町、紫波町は人口 3.3 万人ののどかな町のようであります。議員定数が18人でした。豊島区の36人の半分ですね。盛岡市議会選挙中、本部スタッフから猥褻被害を受けた。令和の本部スタッフね。自分の選挙じゃない、盛岡市議会選挙に応援のお手伝いに行ったんでしょ。でそしたら本部から来てるスタッフに猥褻被害を受けた。警察に被害届を出し、現在捜査中。被害届を出したことで党本部から国策捜査だ、侮辱罪だと言われた。侮辱罪っていうのはですね、事実でないのに訴える。例えば触られてないのに触られたとかですね、盗まれてないのに盗まれたとか言ってですね、告訴っていうか告発すると、まあ侮辱罪ってなりますね。でっち上げ裁判ですよ、要するに。党本部にパワハラ、セクハラを含めたハラスメント調査を依頼したが、党は非を認めないと調査前から言われた。離党の時に説明を求められて苦しかった。何の説明求められたんでしょうね。なんで被害届出したのかぐらい言われたのかな。世論です。もみ消しやばい。選挙中ぐらい我慢できんのか。ねえわ新選組。うまいな。弱者に寄り添うって言ってるとこあるあるだよな。パヨって怖いね。党に非はない。意味がわからない。日頃は人権だ、女性保護だと騒いでるのにね。令和知能のパヨのなせる技、性犯罪を起こすのってパヨばっか。自民維新以外の不祥事は報道されない。まあこれも報道されないんだろうな、多分な。猥褻行為はどこまでやられたのかが
気になるとこですね。警察に被害届を出して捜査中とあるから、尻触られたぐらいじゃ、まあ、警察動かないんじゃないかなって思いますけれども、国策捜査だ、武国罪だ、共産党ということと一緒だなこれな、あとは韓国メディアですか、党は非を認めない、これも共産党と一緒ですね。詳しくは共産党無謬性で検索を、共産党はですね、というか共産主義者は権力も権威も両方欲しいんで、我々は完全完璧である、間違いは起こさない、こう言い張っております。日頃から。だから謝ると死ぬんだよね。被害者は令和がこういうカルトだったって気がつかずに入党してたんですかね。カルトの女性信者の人権とですね、低層の価値なんかオウム見ればわかるでしょうが、バカで幼稚で何でもかんでも人のせいってゴミが頼るじゃないですか。令和の本部スタッフもバカで幼稚で性欲旺盛、忙しいはずの選挙期間中にもかかわらずこんなことやってるってことに盛大に呆れてしまいます。いや、むしろパヨらしいっていうか、さすが令和知能っていうかね、なんか平和カメラマン戦場行って写真撮るおじいちゃんのパヨもなんか やらかしてましたよね。村上議員もスタッフも自分の選挙じゃなくてお手伝い参加だったから、そんなに忙しくなかったのかなって思いますけれども。日刊現代、視聴率低迷、営業利益3割減、86歳日枝久志氏が居座り続けるフジテレビの未来と、長々書いてありまして、まあ、記事要約なんですけど、86歳の日枝久志相談役が来年も相談役やるんだって。社長をはじめ上層部の人事に影響力を及ぼしており、幹部は視聴者ではなく日枝さんの顔色を伺っている。制作費も年々減らされ、転職する若手も多く、現場の士気は下がりっぱなし。どうやらフジの視聴率再開の先般にされそうですね、日枝ね。日枝一人のせいじゃないと思うけどね。世論です。嫌なら見るな、悪人ほど元気で長生き、朝鮮ご利用しが原因 30% 減、普通の会社なら経営陣総特化へ、フジテレビは数年前に大リストラして優秀な社員はみんな退職、自分だけ良ければいいんだからこのまま帰省し続けるだろう、新陳代謝がない会社は終わる、労働組合上がりだったのかよ、日枝のせいとか関係なく何もかもが手遅れ、テレビ側が面白いって思ってることが世間では全然面白くないんだよな。そっか、昭和の子出てからもう全然面白くなくなってんのかな。記事にはあの時ホリエモンに買収されてれば違う未来が見えたかもしれないともありましたけれども、買収に抵抗してですね、孫正義と資本関係を深くしちゃったのが命取り。ホワイトナイトなんつって、孫正義に助けてもらったんだよね、この時ね。フジテレビ。そんなね、狐嫌がって、狼の方に逃げたっていうですね、バカだなーって思うんですけど、孫正義の方が、凶悪ですからね。日枝久志って韓国政府からいくつも勲章もらってんのね。知ってましたこれ皆さん。日枝相談役にはですね、いつまでも元気で余計な口出して、もっと番組を昭和にして面白くなくして、富士の息の根を止めてもらいたいものでありますね。人民軍の暴走に準備着々、災害や気候変動、戦争に備えた食料安保新法が14日の参院で可決成立、名称は食料供給困難事態の対策法、だそうであります。米や小麦粉、肉類など重要食品が不足する兆候があったら総理をトップとする対策本部を設置できる、国全体を見渡して生産や出荷の調整を生産者に要求できる、例えば最低限のカロリーも確保できないような場合は野菜農家に、普段はレタス作ってるような農家にカロリーが高いさつまいもに変えてくんないなどと要求できる、生産者がこれに従わない場合は最大罰金20万円の罰することができる、もろもろ調整してですね、来年6月からの施行を目指すだそうであります。人民軍の暴走に準備着々2、イタリアサミットに出席した岸田総理、メローニ首相と日英平和協定に向けた
協議開始で合意、自衛隊とイタリア軍の食料や燃料、弾薬などの融通を円滑にする協定で、正式名称は、物品役務相互提供協定だそうであります。役務じゃなくて役務だって。すでにドイツ軍とは国会で可決済みであります。承認された。世論です。次はイタリア抜きってって言ったのに、これは日独伊のうちですね、イタリアが早々に降伏したから当てにならないっていう、そういう、日独伊三国同盟再び枢軸国風靡、中国イライラ、戦闘機共同開発がイギリスとイタリアだから仲間外れは無理ないよ、かっこいい軍用ドローン作ってくれそう。ベレッタとかね、ベネリとか、鉄砲関係でも優秀なとこありますね。試験です。この兵站協定、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、インドと締結済みであります。これにイタリアが加わって、陣営メンバーが明瞭になってきましたね。仏独伊だって、あとは西スペインでも加われば、まああれですね、EU ってことになりますね。食料安保新法といい、戦争というか防衛準備着々ですね。中国製電気自動車に 38% の関税かけて中国への殺意をむき出しにした EU なんですけど、その後の記事見たら 48% になってました。今まで 10% かかってて、さらに 38% 上げるってことだったみたい。処方記者が勘違いしたのか、記者が中共の犬で希望的な勘違いをしたのか不明なんですけれども、関税に対して中共が WTO に訴えてやる、世界貿易機構でしたっけ、で連日発表しているそうで何よりであります。今までだったらですね、近隣諸国を刺激するなとか、そのイタリアとか食料進歩、朝日や毎日が騒いでそうなもんですけど、ドイツと協定食料安保法、イタリアと協定と情報を連発されて十分騒ぐ時間がないんですかね。左翼に騒ぐ隙を与えないなんて岸田総理が意図してやってるとも思いませんけどね。というか何も考えてないように見えますけどね。今日の単身です。片山さつきさんを座長とする自民党の全ての女性の安心安全と女子スポーツの公平性などを守る議員連盟、名前挙げが、全ての公衆浴場やトイレでの男女別を身体的特徴で判断する法制化に着手、心は女だっつってもうるせえよって言える法律を作りましょうってことで、着手したそうであります。自民党はですね、そういうわけで差をつきはダメだって進めてる一方ですね、立憲は手術なしでも戸籍の性別を変更できるようにしろっていう法案提出しているのでありました。厚労省がすでに銭湯や温泉、公衆浴場などにですね、体で判断してって通知出しているが、これを法制化して確実にするみたいであります。共同通信、保守層へのアピールする狙いがありそうだ。めちゃめちゃ悔しそうであります。アメリカのスポーツジム大手がですね、自称女のおっさんに女子更衣室の使用を認めて、会員が激減したってニュースもありましたしね。自称女のおっさんが自由に女子風呂に入れるようになったら、温泉業界も銭湯業界もなくなっちゃうよ。なあ、壊滅どころの騒ぎじゃねえ、殲滅しちゃうよ。なので法整備は必要ですね。つうか最初から利権のための LGBT 法なんか作んねえって、作っからね、こういう余計な法整備も必要になって、まだ余計な税金かかんでしょうが、岸田派宏池会が事務所閉鎖、池田隼人が結成以来67年の歴史に幕、事務所なくしただけで派閥が消えたとも思えないんですけどね。なんか集まってくっちゃべる場所がなくなっただけで仲良しグループっていうのは存在するんじゃないでしょうか。それに今は携帯電話とノーパスあればどこでも事務所になるでしょう。宏池会が輩出した総理は以下の5人、池田隼人、大平正義、鈴木善幸、宮沢喜一、岸田文雄、どれもこれも事なかれ
人ごと泥縄な総理ばっかり、そういう性質の議員が宏池会を居心地いいっつって参加してんだが、宏池会にいるうちそうなってしまうのかは不明であります。沖縄県那覇市職員メンタル不調で過去最多の93人が休職中、全国平均の 2.1% に比べ 3.8% の休職率っていうかメンタル不調率、突出しております。市職員だけでなく教職員の休職率も全国平均の 0.64% に比べ 2.13% と突出しております。沖縄県、沖縄県が他県よりもやみやすいとか思えないんですけどね。冬の間は雪とか曇りばっかで日照時間が短い青森秋田の鬱率が高いとは聞いたことありますけど、沖縄はまるで逆で太陽さんさんでしょうけど、那覇の役所の問題があるんだか大したことなくてもサボってんだかは不明であります。韓国ウォッチャー吉田ハンチングさん、私この人がどういう人か全然知らないんですけど、まあ、記事ご紹介。照準レーダー照射をなかったことにしろと文大統領を直々に指示したことを全韓国メディアが完全無視で報道してないわ。嘘とバレても隠蔽したとバレてもそれを認めて謝罪することはない神聖の嘘つきです。日本人は韓国人と分かり合えるなどという幻想を捨てるべきです。口を極めて罵ってますね。いやそうなんだけどさ、北朝鮮寄りの反ヨレが完全無視なのは、まあ政権叩けるネタなのにね、文、ムンが北朝鮮の工作員だったからですね。新米、建北気味の中央日報、朝鮮日報、東亜日報が報道しないのは反日だから日本が関わってるから。韓国の右は新米建北反日、左は反米新北反日、反日の部分は誰もが一致してんだから全メディア完全無視ということが起きますね。反日なのは日本のマスゴミどもにも共通ですけどね。日本のマスゴミは右も左も関係なく反日反米新徳は進路ですからね。まあ、世界最低だと思いますよ、私は。日本のマスゴミが。だって一致団結してんだもん。右も左もねえんだもん。産経新聞だけちょっと書くけど、まあ、産経新聞部数少ないんで、影響力があんまりね。富士産経グループなのに、富士テレビが、ダメなのはなんでなんだろうな、ってちょっと思いますけれども。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。